ジャニーさんに嫌われていたジャニーズメンバー参戦。1、山田涼介。山田はデビュー前からジュニアながらにすでに活躍しており、一見ジャニーさんに嫌われる要素はなさそうだが、活躍のしすぎが敵に周りのジュニアから妬まれ、山田がジャニーさんの悪口を言っていたと嘘の密告をされたことがきっかけで、ジャニーさんから言う嫌いだよと言われてしまう。2、二宮和也。二宮もジュニア時代にはジャニーさんから冷遇されていたようだ。ドラマ「アキマ編」でデレンドラ初出演を飾った二宮は新人賞を確実視されていた。しかし結果は同じくジャニーズの今井翼や深田恭子に遅れを取り3位に。この結果を受け、固定ファンがいるのになぜ1位が取れないのと厳しく追及されたようだ。3、中島健人。デビュー当時キラキラした笑顔にアイドルとしての価値を感じていた中島だが、ジャニーさんから「優の笑顔気持ち悪いよ」と言われ笑うことを禁止に。これにショックを受け、精神的に追い込まれた中島は激痩せするなど見た目にも異変が起きていた。